土用の丑の日の今日、高知市の寺では暑さを払って健康を祈願する伝統行事が行われています。高知市の妙国寺で行われているのは伝統行事の一つ、宝禄灸です。まじないが書かれた宝禄という皿を頭にかざし、その上でもぐさを燃やすお灸で、頭痛や厄除けに効果があるとされています。由来は諸説あります。炎天下で暑さに負けた武将が兜の上から灸を据えると全壊したことが始まりともされていて、現在では頭の中にいる鬼を退治し、健康祈願や暑気払いをする行事として親しまれています。去年参加して、その後もむちゃくちゃ体調が良かったんで、それで今回も申し込みました。汗だくです。でも気持ちよかったです、すごく。ホームページかチラシかなんかで見てちょっと興味があったんで、落ち着いたって感じですかね、すっきりしたって感じですかね。妙国寺の宝禄灸は午後4時まで行われています。